つもご視聴ありがとうございます。今日は数年前の日帰りツアーの動画を配信したいと思います。木曽路って思っていたんですけど、恵那市への観光ですね。多治見、恵那市、中津川というのが木曽路なようです。体調悪かったんですけど、首も痛いし枕をいくつも抱え込んで出かけました。皆さんとても元気で、インターのお店も走って行かれてました。私もついて行きました。美味しそうなものいっぱいありました。松阪牛のそぼろになんてめちゃくちゃ美味しそうでした。買いませんでしたけど。バスを見失ってはいけないので、バスの社名を取りました。こちらはご招待なのでスポンサーさんがいるんですよね。スポンサーさんは宝石のヴィーナスさんでした。無理に販売することはありませんとおっしゃっていましたが、綺麗な宝石、こちらの方はすっごいお値段がするのですけど、木炭を固めたネックレスっていうのがありまして、肩こりに効くっていうので、私しつこい肩こりにいつも困っているので興味を示してしまいました。すると捕まってしまって、もう話してもらえなくて、いろいろ見たかったのに見ることもできず、1日500円ですよ。1日500円あったら美味しいお昼が毎日食べれますよね。なんとか解放していただけました。そしてこの日帰りツアーの醍醐味は、しゃぶしゃぶの食べ放題。頭痛がひどくなってしまいましたが、気を取り直してしゃぶしゃぶ食べ放題。本当に食べ放題でした。お肉は次から次へと出てきましたが、実はこのしゃぶしゃぶ普通のしゃぶしゃぶと違うんですよね。どこが違うかというと、タレがないんです。ごまだれとポン酢が大好きな私にとってはって思いましたが、そりゃ無料なんですからね。皆さんはお蕎麦が美味しいと言ってお蕎麦をおかわりされていました。お肉はやっぱりタレがないとねって皆さんおっしゃってましたが、私はお肉3杯いただきました。そしてこちらの木工製品の販売所、木のぬくもりが伝わってくる様々な製品があって、もう欲しいものいっぱいでしたけど買いませんでした。中にね、池があって鯉がいたんですよ。この左の下の方が池になってます。ここに鯉がいたんですよね。こちらのお店はいい感じでした。さて次には恵那市の岩村醸造さん、日本酒の女醸酒が有名みたいです。ネットで販売もされています。こちらは大昔からの老舗で、その周辺にはいろいろ見どころなところがあります。一番近くの見どころはこの木村亭さんですね。運悪く近所のお店がお休みの日に行ってしまいました。こちら木村亭ですよね。城下町っていう感じで、こちらはまあ傘を売っていらっしゃったんですけど、こちらは薬局ですよね。なんか紫外線でポスターが青くなってしまっていて、とてもレトロ感が出ていました。いろいろな建物もレトロ調で良かったです。岩村酒造さんも間口が狭く奥行きがすっごくあるお店なので、お店の中にトロッコがあるんです。商品を人が運ぶには重いので、トロッコを使って商品を
古来より運んでいたそうです。甘酒も日本酒の甘酒、美味しそうだったので買ってしまいました。麹の味とかするのかなと思ったんですけど、ほんのりとしかお味はしませんでした。めったに食べながら歩かない私なんですけど、食べながら周りの城下町を見せていただきました。こちらは時計屋さんですよね。時計屋さんも最近はなかなか見かけなくなりました。こちらの薬屋さん気に入ってしまいました。ちょっと今はなかなかこういうお店ないですよね。こちらは木村亭さんの中ですよね。この座敷が続いていたり、このお庭も素敵で、こういう景色ってとっても落ち着きます。私大好きな作りです。この江那市っていうのは古来マグチ税っていうのを取られてたらしくって、入り口の間口が狭くって、奥にすっごく長い感じのお家が多いそうです。こちらは染め物屋さんですね。染め物をしていた道具がまだ残っています。そして蔵がいくつもあります。蔵ってなんとなくいいですよね。私蔵大好きです。近くに美味しそうな民家があったんですけど、残念ながらお休みでした。さて、次は恵那峡に向かいました。恵那峡には恵那峡ワンダーランドっていうのがあるらしいんですけど、これがそうなのかしら。もう廃園されているそうです。各地のこういったリゾートの遊園地がどんどん閉鎖されているのはちょっと悲しいですよね。私はこういうところを見に行きたいんですけれど、時間がなくて見には行けませんでした。こちらが恵那峡ですね。岩が切り立っていて、泉が綺麗でした。景色が壮観でした。夏だったんですけど、空気もいい感じがしました。こちらね、行ってみたかったんですけど、残念ながらワンダーランドの中を覗くことはできませんでした。恵那峡は見どころだと思います。遊覧船もあるみたいです。素敵な景色でしょう。日帰り旅行なので、さっと見るのがやっとでした。お土産物屋さんもいろいろなものが売ってましたよ。このゆべしがとっても美味しそうでした。そしてこの恵那峡の上の山なんですけど、
石岩石っていうので有名みたいです。日帰り旅行なので見に行く時間がなかったんですけど、バスの中から見えました。山肌がごっそり剥げたみたいに木がなくって真っ赤なんですよ。これは大きな岩だということです。バスの中から何度も撮ろうとしたんですけど、うまく撮れませんでした。しっかり赤い山肌を見ましたよ。こちらは車内販売で購入したひつまぶしです。帰りが夕方になったので夕食帰りと思って購入しました。お家へ帰っていただきましたが、2本買ったらよかったかなと思うぐらい美味しかったです。今日はエナキョウの日帰りバスツアーの動画でした。はい、本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価、この動画に対するご意見、ご要望、ご感想をコメントください。では、またのご視聴をお待ちしております。